大日本帝国。かつてこの国は欧米に飲まれまいと必死に抗えた帝国の一つであった。そんな帝国は1904年国家存亡の危機に瀕していた日露戦争である。帝国の奮戦は虚しく、ロシアの徹底抗戦にじりじり押され始め、満州、朝鮮を完全に放棄した。これは帝国人民にとっては苦い記憶であった。初めての敗戦の講話を行った小村寿太郎は暗殺され、日比谷暴動と呼ばれる暴動も始まった。しかし日本の日没は始まったばかりだった。第一次世界大戦では行商側で参加。しかし同盟国のフランスの敗北を尻目に、フランス領インドシナへ進駐。これは各国から非難が湧いた。結局イギリスをはじめとした連合国側は単独講話を行った。日本はドイツのアジア植民地を手に入れた。またロシアで発生したロシア革命を阻止すべく派兵した大蘇干渉戦争にて、日本は南満州と樺太、朝鮮を奪還。それでも深手を負った帝国は立ち直れなかった。信頼をなくした外交、疲弊した経済、威厳のない軍隊、全て我々に味方しなかった。勝者のドイツで革命が発生し、フランスで加速主義が台頭するとき、日本は関東大震災を経験した。この時、再建で日本は復興を遂げたが、それは倍の負債となり、経済は崩壊。挙句の果てにはその時代を指導した昭和天皇まで暗殺された。後継には次男の秩父宮康、人親王が即位され、元号を永元と改めた。即位してすぐに大粛清を刊行し、日本は強国化主義的政治体制となった。つまり、帝国の運命はあのお方に握られたも相違ないのだ。ドイツから始まった崩壊の波は今や我が国に迫ろうとしている。天皇陛下しかできないことなら、我々は最善を尽くすまで。世界が我々を拒むなら、我々が世界を席巻すればいい。今までの勝者の歴史はもううんざりだ。広告はここで終わらない。天皇陛下万歳。兄はあまり好きではなかった。だが今は尊敬している。激動の時代を指導した。結果として振り返れば兄は良い人すぎたのだろう。今の日本には改革が必要だ。穏健、人望という言葉は今は捨てねばならない。私はやるぞ。誰が批判しようと、この3ヶ月戦役を。陛下、遺憾です。ああ、天樹君には本当に世話になった。そんな滅相もない。まだ始まってもいませんし。そうだな。それでは運命の代表だ。臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。陛下が戦争を指導しているみたいだ。陛下が望む以上、決まったも同然なんだが。入れ冷えをしたのは誰でしょうね。わかりきったことを、きっとあの荒木閣下でしょ。ああ、多分荒木だ。この戦争も荒木が指導することになるだろう。だが、荒木ではこの戦争には勝てない。荒木は相手を甘く見すぎている。3ヶ月で勝てるなんて、戦争らで非常類をない。では、宇垣閣下はこの戦争には勝てないとおせですか。一つだけある。荒木の指示を無視して行動することだ。戦争に勝たなければどちらにしろ国が終わるんだ。無視したところで勝てばいいだけの話さ。つまり、宇垣閣下が指揮するということですか。いや、今から言う作戦を君たちは実行してほしい。今回も肝だからな。敵の主力は満鉄国境にいるはずだ。海岸側に主力部隊、並びに戦車部隊を配置する。そこから強引に突破。天津、北京を占領し、そのまま主力部隊を包囲殲滅せよ。その間に、金沢の前線では山東半島を占領せよ。ここには兵力はいない。早急に占領せよ。そして彼らは戦争を長引かせようとするだろう。彼らの勝ち筋はそこだからだ。すると彼らは首都を移転し続けるだろうな。第2作戦では大元、海風、安慶、西南を占領することを第一とせよ。この際補充はどうでもいい。占領に向かう手段以外は敵の妨害に当たれ、テント戦になるかもしれないが、これが早期で終わらせる方法だ。かなりリスクのある作戦ですね。負けた時のリスクを考えるとまだ安い方だ。さあ、頑張ってこい。帝国陸軍は南部の部隊に大攻勢をかけた。多少の抵抗はあったものの、質も量も我が帝国陸軍より劣る敵軍は戦車部隊の到着とともに後退した。その隙をついて進軍、戦神を陥落させた。一方、青島では山東半島の制圧に乗り出した。山東半島を騎兵で分断し、殲滅。海風に向けて進軍を開始した。北京では熾烈な治む白戦が開始された。敵は地対戦術を巧みに利用して有利な防衛線を築いたが、それは主力部隊への応援の遅延でもあり、東部では敵主力部隊の一部の行為に成功。また、我々の地対戦術も有効に発動し、敵の動員が南部には届かなかった。そこで西南で分断殲滅を狙い、西南を陥落させた。そして同時期にようやく北京が陥落した。敵は首都を開封としたが、それは予定通りだ。北部は地対戦術を、南部は騎兵を軸に大元、海風、安慶に進攻を開始せよ。南部では敵兵がいない場所が気がついており、その穴を通りながら進軍。敵首都開封の戦闘が始まった頃にはすでに安慶は陥落していた。開封での戦闘でも敵兵はすでに疲弊しきっており、開封をすんなり明け渡した。
そして彼らは大元に戦としたが、そこにはすでに一騎団が無血入城を開始しており、翌日、北欧政府は豪物した。敵は幾万ありとっても、北京周辺を直轄地とし、残りを傀儡政権として解放した。これによって日本は絶望的な3ヶ月戦争に勝利した。赤木くん、私が無線していたのだが知らないか？何者かが無線を無効にしていたみたいでな。敵兵のせいではないのでしょうかね。でも勝てたなら結果的に良いのではないでしょうか。では逆に聞くがなぜ無線を直そうとしなかったんだ。長官の命令が聞けないのは困るだろう。私が指揮したのですも。朝鮮総督、総督の伊垣さんがですか？はたまたそれはなぜですか？まさか無線を切ったのは。いや無線は切っておりません。3ヶ月という短い期間ですから直す、いとまがないのです。なので赤木くんに頼まれて、朝鮮総督、総督の私が直々に指揮したわけです。復旧させたのは大元戦の時ですかが、しょうがないですよね。そうでしたか。伊垣さんありがとうございました。天皇陛下にもこの旨をお伝えしておきます。今回も武功来が使ったであると。そこまでしなくても結構ですよ。頑張ったのは勇敢に戦った陸軍全員ですから。そうですよね。では失礼します。さく、荒木はやはり好きになれんな。同感です。あの無責任っぷりには少し腹が立ちます。石原さんの言う意味がひしひしとわかります。次回復興の火種、ね、ご視聴ありがとうございました。